どうもこんにちは、ミータングです。今回はベビー用のオーバーオールを編んでいきたいと思います。サイズは80センチぐらいだと思っていただけたらと思います。毛糸は、ベーシックコットン、これちょっとパッケージが古いんですけども、ベーシックコットン5玉使います。かぎ針は6号針を使用します。でボタンなんですけども、これはダイソーで買ったボタンです。これで100円でランダムな感じで多分色がそれぞれ入ってるんだと思います。これはちょっと色で分けたんですけども、あともう一つこちらもダイソーです。でこれは胸のところ、でこっちは脇のところ と、足の股のところに3つですね。こっちは5個使います。ちっちゃい方は5個使って、こっちは2つ使います。あとはこのボタンをつけるときは、針と糸を使います。ではまず前身頃から編んでいきたいと思います。で目安としてちょっとずつサイズを測りながら編んでいきたいと思います。まずは前身頃の上から編んでいきます。鎖編みを27目編んでいきます。ここから27目1,2,3,4,5,26,27、はい、27目鎖編みを編んだら、裏山、かぎ針から数えて2目目の裏山から細編みを1つずつ編んでいきます。1細編み、持ってきて引き抜く、はい、最後の目まで来ました。ちなみにサイズを測っておきます。こんな感じですね。12センチぐらいですね。はい、そうしたら2段目いきます。1段目は26目でした。2段目では最初と最後で増し目をします。鎖編み1回今しましたね。鎖編み1回して立ち上がります。そしてひっくり返します。おと、そしたら根元最初の目で、2つ細編みを入れます。根元で1同じ目2、はい、こんな感じです。で次の目から、24目1つずつ編んで最後の1目を残す感じになりますね。細編みを一つずつ、はい、24目編めました。最初の目で増し目2つ、細編みを編んで、その後24回細編み1を編んで、最後の目でまた増し目をします。同じ目に2つ細編みを入れます。はい、2段目ができました。そして3段目に行きます。3段目ではボタンホールを作ります。こんな感じになるのでここを作っていきます。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返します。そうしたら根元から、今回は3段目は増し目をしません。1,2、最初の1つ目2つ目1つずつ入れます。1細編みです。2、そしたら鎖編みを3回します。1,2,3、そして次の3目を、スキップして1,2,3、4目目に細編みを入れます。
ここから、この細編みを含めて18目出ます。1 2 3 17 18、はい、そしたらここでまた、ボタンホールを作りますので、鎖編みを3回です。2 3、そして3目スキップして4目目と最後の目、ここに細編みを1つずつ入れます。はい、続いて4段目です。4段目では増し目をしていきます。最初と最後で増し目をします。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返したら根元に2つです。1 2、そしたら次の目から、最後の目は残して26目、細編みを1つずつ入れるんですが、この3目鎖編みがあるところにはこの穴に3つ細編みを入れる感じで編んでいきます。次の目まず1個、ここには目に入れずにこのまま輪の中に入れて1 2 3、こんな感じです。そしたら次またここから細編みを普通に編んでいきます。ずっとここまで編んでいきますね。はい、こんな感じで最後の目です。最後の目では2つ細編みを入れます。こんな感じになっています。続いて5段目、鎖編み1回で立ち上がってひっくり返したら根元から1つずつ細編みを編んでいきます。ですので30目になっていると思います。1、はい、5段目までできました。こんな感じです。ちなみにサイズを測っておきます。5段目の方ですね、 14.5 ぐらいになってますね。大体です。これがちょっと伸びて15ぐらいになったりするんだと思います。はい、ちなみに高さは 2.5 ぐらい、 2.5 から3みたいな感じですね。はい、続いて6段目から10段目までの5段は長編みで編んでいきます。で、編み方は同じで最初と最後で増し目をして5段編んでいきます。今30目なので2目ずつ増し目をしますね。1目と1目増やしていくので40目になるまで編んでいきますね。10段目では40目になるということです。まず鎖編み2回で立ち上がったらひっくり返します。そして根元、ここに長編みを2つ編み入れます。かぎ針に糸を引っ掛けてから根元にかぎ針を入れて持ってきて、左側の2本だけを引き抜いてかぎ針にかかったもう2本を引き抜きますね。もう1回同じ目に入れます。長編み、そしたらバーッとここまで編んで最後の目でまた2つ長編みを入れるという感じですね。はい、ここまで来たら最後の目で2つです。こんな感じにわーっと広がっていく感じで、今これ6段目なので7 8 9 10、最初と最後で増し目をするやり方で10段目まで編んでいきます。
最後の目。はい、10段目、40目になりました。できました。ここまでこんな感じです。21センチぐらいですね。21センチぐらい。そして縦が8センチぐらいですね。続いて11段目。11段目から5段なんですが、15段目までは細編みで編みます。今ここまで来て、ここから5段だけ細編みで編んでいきます。そしてここに脇のところにボタンホールをつけていきます。ここのボタンは小さい方にするので、ちょっとここよりもね、小さいボタンホールになります。まず11段目、11段目は、最初と最後で増し目をして、42目にしていきます。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返して、根元に2つです。1、2。そして最後の1目残して1つずつ38回細編みを編みます。はい、最後の目です。こんな風になっているので、ここで2つ入れます。全部で42目になってますね。続いて12段目です。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返します。ここも2目最初と最後で増やしますので、最初の根元に2つ細編みを入れます。44目になりますね。はい、そして1つずつ40目細編みを入れていきます。最後、はい、続いて13段目です。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返します。13段目も、増し目をします。最初と最後で1目ずつ増やしますので46目になります。はい、そしてボタンホールもつけていきます。根元に2つ細編み、そしたら次の目に1つ入れて、鎖編みを今回のボタンホールは2目、こっちはね3目だったんですが、2目でいきます。1、2。そして2目スキップして3目目、ここから36目細編みを入れます。1、2、35、36、残り4目を残してますね。そして鎖編み2回で2目飛ばして、ここに1つ、そして最後の目に2つ入れます。はい、13段目ができました。14段目と15段目は、増し目なしで、46目細編みを編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返して1つずつ編んでいきます。細編みを細編みを、46回ですね。でここは鎖編み2のところは細編みを2個入れて、また1つずつ入れていきます。15段目は普通に1つずつ入れていきますね。はい、15段目までできました。
こんな感じになっています。ちなみにサイズを測っておきます。23センチですね。縦が10センチ、10.2ミリとか 10.3 ミリとかですね。次16段目からは長編みで編んでいきます。まず16段目は最初と最後で増し目をします。ですので48目になります。鎖編み2回で立ち上がってひっくり返します。そして根元に2つ長編みです。よいしょ。そして長編みをずっと1つずつ最後の1目のところまで編んでいきます。最後の目です。2つ入れます。続いて17段目は増し目なしで編んでいきます。鎖編み2回で立ち上がってひっくり返します。増し目なしの場合、今回ちょっとだけ最後の方を特殊な編み方をしたいと思います。まずここは普通に2目立ち上がったら根元に長編みを入れます。一つずつ編んで最後の一目のところまで編んでいきます。ここまで編んでいきます。はい、こんな感じで47目ですね。長編みを47回編んだところで最後一目残っているところです。で今回増し目なしなので、その時だけはこのオーバーオールを編む時は減らし目をするんですが、目は減らさないっていうやり方です。かぎ針に糸を引っ掛けて最後の目のところにまずもう一回入れます。そして持ってきます。そして左側の2目を引き抜きます。そして、もう一回かぎ針に糸を引っ掛けて最後の目にかぎ針を入れます。そして持ってくる。そして左側の2目だけを引き抜きます。でこの3本をいっぺんに引き抜きます。はい、なので最後の目は1目で、目数は変わってないんだけど、やっていることは減らし目です。これをすることによって最後つなぐときに穴が開かなくなります。最後ね、前身頃と後ろ身頃をこうつなぐんですけど、そのときにこうしておくと、穴がね開かないので、この編み方で、増し目をしない、増し目減らし目をしないときはこういう感じで最後編んでいきたいと思います。続いて18段目は増し目をします。最初と最後で増し目をするので、この編み方はせずに普通に編んでいきます。鎖編み2回で立ち上がってひっくり返して根元から2つです。1、2、そして1つずつ編んでいきます。50目になりますね。18段目は50目です。最後の目。2目入れて50目。はい、続いて19段目は増し目なしで長編みを編んでいきます。なので最後はさっきやったように、減らし目をするんだけど、1つ目は減っていないっていうやり方ですね。それを忘れないように最後編みます。最後です。同じ目に入れて持ってきて、最後の目に入れて減らし目をします。減らし目だけど減らされていないやつ。はい。
きました。続いて20段目は増し目をします。最初と最後で増し目をするので52目になります。鎖編み2回で立ち上がったらひっくり返して根元から2目、1、2、そして1つずつですね。最後の目は増し目ですね。2つ入れます。でこれで52目。このあと21段目から29段目まで増し目なしで長編みだけで編んでいきます。ちなみに測っておきます。ざっくりですね、こんな感じで 27.2mm ぐらいですねそして縦が 15.8 ぐらいです。はい、でここから29段目まで、増し目なしなんですけども、さっきこの辺でやった、増し目なしの最後の一目のところを減らし目しない減らし目で編んでいってください。2回で立ち上がってひっくり返して普通に52目編んでいきます。最後だけ気をつけます。毎段の最後ですね。糸がなくなりそうなので糸を変えたいと思います。いろんなやり方があると思いますが、私の場合は長編みの場合は1回持ってきてここでもう減らし目をじゃない糸替えをしちゃいます。ここで新しい糸を引き抜くときにこっちが新しい糸です。そして引き抜く、で次の目を編んでいくんですが、難しかったらもう糸を直接結んじゃうのもいいかなと思いますね。でそして私はここで1回結んで軽くねギュッてなりすぎないように結んで、あとは糸処理をする感じです。こんな感じで新しい玉になりました。新しい毛糸玉2個目、2玉目ですね。ひたすら編んでいきます。29段目の最後の目、ここも減らさない減らし目をして終わりますね。はい、29段目まで来ました。この細編みのところから長編みが始まって、長編みから数えると14段目ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、こんな感じです。もうちょっとね短くしたい場合はここで調整すると、小さめにちょっとね小さめに1段減らすだけでもできると思います。前身頃なんですけども、後ろ側を編む時もここの1段を同じように減らすといいと思います。はい、続いて13段じゃなくて30段目ですね。でこの長編みから数えると15段目を編んでいきます。この長編みで編んでいくんですが、この真ん中のあたりで、増し目をしていきます。まず鎖編み2回で立ち上がってひっくり返しますね。そしたら最初からもう最初の目から、23目長編みで1つずつ編んでいきます。1、2、22、23、はい、そしたらここから2、1、2、2、1、2
をというふうに編んでいきます。212212ですね。212212でいきます。まず2、次が1、そして次が2で、もう一回2、そして1、そして2、はい、ここで増し目ができましたね。そしたら、最後まで、増し目なしで一つずつ23目編んでいきます。で、最後は、増し目なしなので、この減らさない減らし目を最後して終わりますね。1 2 21 22、はい、最後の目23目目は減らさない減らし目、はい、来ました。これで30段目ですね。ここから数えると、長編みのところから数えると1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15段目です。あ、そういえば測ってなかったですね。まあ、横は変わらないと思うんですけど、 28.8 とかですね。で、縦が今15じゃなくて30段目までのところで 26.4 ぐらいですね、ざっくり。はい、続いて、31段目いってみます。鎖編み2回で立ち上がったら繰り返して、長編みを24回編みます。1 2 24、そしたら次ここで増し目2 1 2 1 1 2 1 2ですね。2 1 2 1 1 2 1 2で編んでいきます。まず2で1で2で1 1 1 1 1 2 1 2 2、次が1で2、はい、そしたら24目最後まで一つずつ長編みを入れていきます。最後はもちろん減らさない減らし目をして終わります。1 2 23、そして最後減らさない減らし目、そしてきました、31段目です。続いて32段目、鎖編み2回で立ち上がってひっくり返したら、最初の27目を一つずつ長編みで編み入れます。27目、1 27、はい、そしたらここで増し目2 1 2 2 1 2編んでいきます。2 1 2、もう一回2 2 1 2、いいですね、2、はい、そしたらまた最後まで27目編みます。26、最後の目は
減らさない減らし目、はい、こんな感じにほにゃーっと回ってきてますね。そしたら次の段からはこの足の片足ずつ編んでいきます。33段目になりますね。33段目の片方ですね。まず鎖編み1回で立ち上がってひっくり返します。そしたら細編みを14目編みます。14ですね。14目。細編みを14目。そしたら、中長編みを5目。中長編みはかぎ針に糸を引っ掛けて、次の目にかぎ針を入れて、持ってきて、この3本をいっぺんに引き抜きます。1、引っ掛けて、持ってきて、いっぺんに、2、3、4、5、はい、そうしたら、長編みを7回編みます。1、2、3、4、5、6、7ですね。そしたら次と次で減らし目をします。そしてさらにその次も減らし目をします。かぎ針2頭引っ掛けて刺して持ってきて2本だけ引き抜きます。そしたらもう1回かぎ針2頭引っ掛けて次の目にかぎ針を入れて持ってきます。そしてまた2本だけ引き抜きます。そしてこの3本を全部引き抜く。これで2目が1目になりますね。本当に減らし目をします。また次もう一回同じことをします。はい、そしたら34段目です。鎖編み2回で立ち上がります。そしたら、最初の2目とその次の2目で減らし目をします。2回減らし目をします。1回目、次2回目。そしたら長編みを6回します。1、2、3、4、5、6。そしたら次は中長編みを6回します。1、2、3、4、5、6。そして最後に細編みを12目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。細編みの時は普通に細編みを編みますね。はい、続いて35段目です。鎖編み2回で立ち上がってひっくり返します。そしたら最初に減らし目をします。
根元から減らし目で、次が、8個長編みを入れます。1、2、3、4、5、6、7、8。そしたら次で減らし目をします。よいしょ、はい、そしたら次の10目1つずつ長編みを入れます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら残り4目ですね。残り4目を減らし目減らし目としていきます。減らし目減らし目、はい、こんな感じですね。続いて36段目です。鎖編み2回で立ち上がってひっくり返します。そしたら最初の4目で2回減らし目をします。減らし目減らし目、はい、そしたら次の4目長編みを編みます。1、2、3、4。そして減らし目をします。減らし目で、次は、6目1つずつ編みます。1、2、3、4、5、6。そしたら減らし目です。1、2。そして残り4目ここを1つずつ編んでいきます。1、2、3。でここが減らさない減らし目で終わります。はい、そして最後37段目は細編みで、全部で18目細編みで編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返して細編みです。1、2、18。そしたら糸をカットして、こんな感じで埋めます。はい、片足の部分がこうできましたね。はい、では、もう片方のこの部分を編んでいきます。で、糸があとちょっとなので、足りないかもしれないので、ちょっとこれは取っておいて新しい玉を出しました。毛糸玉を出しました。はい、そしたらこんな感じに編み地を置いて、こういう感じになってますね。ここがここからこっちに行ってます。で、ここが最後の目ですね。ここ入ってますね。ここから1、2、3、4個開けた5個目の目に、ここからスタートします。
4目開けます。1、2、3、4、5。ここにかぎ針を入れて糸をピッと後ろで押さえて引き抜きます。そしたら鎖編みを2回して立ち上がって、減らし目を同じ目から1、2、3、4、2回減らし目をします。長編みの減らし目、同じ目です。そしたらこれをちょっとくるんでいきます。編みくるみながら数目いってみたいと思います。減らし目、よいしょ、で軽く引っ張る。もう一回減らし目です。編みくるんでおくと後で糸処理が楽ですね。はい、こんな感じです。そしたら次の7目、7つですね、長編みを編みます。1、2、この辺でちょっと後ろに持っていって3、4、5、6、7。そしたら中長編みを5回です。よいしょ、1、2、3、4、5ですね。あ、結び目がある。時々こういうのは、まあ、めったにないんですがたまにありますね。これ結び目私嫌なので、ちょっとこれは糸を新しい糸をつけるときと同じようにしたいと思います。1、2、ここでまた切るね。3、4。ここはちょっと編みくるみます。5、はい、できましたね。中長編み1、2、3、4、5。そして細編みを14目です。編みくるんでいきましょう。1、2、3、これぐらいで後ろに4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。はい、これが、33段目ダッシュですね。33段目ダッシュ、そして次が34段目ダッシュです。鎖編み1回で立ち上がりますね。そしたら細編みを12回です。1、2、11、12。そしたら中長編みを6回です。1、2、3、4、5、6。そして長編みを6回1、2、3、4、5、6。
そしたら残りの4目で減らし目減らし目をしますね。減らし目を2回、はい、減らし目減らし目、はい、続いて35段目ダッシュ、はい、鎖編み2回で立ち上がってひっくり返します。そしたら減らし目減らし目減らし目を2回です。減らし目減らし目、そして、長編みを10回です。1 2 10、次は減らし目です。2個減らし目、はい、そして8目で1つずつ1 2 3 4 5 6 7 8、そして最後の2目で減らし目です。よいしょ、はい、そしたら36段目ダッシュです。鎖編みを2回で立ち上がったらまたひっくり返して根元から4目長編み1 2 3 4、そして減らし目です。減らし目、そして6目長編みを編みます。1 2 3 4 5 6、そしたら次減らし目です。減らし目、そして4目1 2 3 4、そして最後の4目を減らし目減らし目減らし目締め、最後減ら締め、はい、そして37段目ダッシュでは鎖編み1回で立ち上がったら細編みを18回ですね。1 2 17、最後18、そしてこんな感じです。ちなみにこの時点で上から下までが29.3 ぐらいですね。29、ざっくり29センチって感じですね。でまたここにまたね1センチぐらいこう縫い足していきますね。編み足していきます。続いてここを編み足していくんですが、ボタンのホールも3つつけます。こんな感じになってますね。3箇所つけていきます。まずここにここから長編みの段が 1,2,3,4 4段あって、最後に細編みがありますね。で細編みをここの側面をね編んでいくので、細編み1に対しては1列に対しては私は細編みを1目として入れます。1目入れて長編みのところには2目ずつ入れたいと思います。なので長編みが4つあってで細編みが1なので
1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここからここまでで9目入れたいと思います。そしてここ4目開けてますね。で4目開けてるんですが、それぞれここのね、最後のこの長編みが刺さっているこの目、ここに1、2、3、4ってあるその両サイドの目も1として数えるので、こっからここまでで9で、ここからここまでで6で、またここからここまでで9で、9たす6たす9でですね、全部で24目にしたいと思います。はい、それでは編んでいきます。早速編んでいきます。こっち側をまず、ここ最後の細編みの目がありますね。こう糸が出てる、ここの最後の細編みの目にかぎ針を入れて、糸をつけて引き抜きます。はい、そして一回鎖編みで立ち上がります。そしたらこの細編みの側面のこの目に細編みを入れます。よいしょ。そしてこの糸ね、この糸2本とも編みくるみます。細編み、そしたらこの長編みのところにも細編みを2個入れていきます。1、2。はい、編みくるみながら1、2。はい、次も1、2。1で、できればここに入れてもいいんだけど、できればこういう感じで入れたいなと思います。目に刺す感じ。1、2。これで今1、2、3、4、5、5目いきました。6、7かな、8、9。こんな感じでここまで来ましたね。そしたらこの4目開けた手前のここに細編みを1つ入れます。10で、4目1つずつ入れて11、12、13、14で、その次のここになっている根元です。そしたらあと9目ここまで編んでいきます。で、最後の9目は、9目目というか最後の目はですね、このここの目に入れたいと思います。ここら辺じゃなくて、こっち、ここに編み入れて、全部で24目になります。はい、そして続いて2段目、細編みじゃ鎖編み1回で立ち上がってひっくり返します。そうしたら根元に細編みを1回で、次にボタンホールを、2目飛ばして編み入れたいので、鎖編みを2回して
ボタンホール2目飛ばして3目目に細編み、はい、そしたらこの細編みを合わせて8目細編みを編み入れます。なのであと7つですね。1 2 3 4 5 6 7、はい、そうしたらまたボタンホールを作ります。鎖編み2回で2目飛ばして3目目からまた8目ですね。1 2 3 4 5 6 7 8、そして2目飛ばして鎖編み2回して2目飛ばして3目目最後のところに、よいしょ、細編み、はい、ここはちょっと引っ張ると綺麗になりますね。でここさらにまた糸処理をします。はい、そして3段目鎖編み1回で立ち上がったら、全部で24目バーッと細編みを一つずつ入れていきます。根元でこのボタンホールにはそのまま 2目細編みを入れます。はい、できました。これでカットして糸処理をして、前身頃は完成です。こんな感じです。ここにボタンがあって、でちなみにこっちを表にしようと思います。こっちっていうのは最後に表で終わった方、全部こっちが表で終わるように今編んできたんですけども、今ここが左側にある面を目が表目で最後終わるようにこっちを表にしたいと思います。まあどっちが表でも結局同じなんで、好みの問題になると思います。こんな感じで前が終わりました。次回は、後ろを作っていきます。